アイコランです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。始まりましたね、妖魔祇戦第6局開催ということで、久々のですね武道会形式来ました。しかも今回挑戦者が2人ということで、ちょっとね激アツです。強い方の挑戦者が同血ですね。これはすでに出ている妖怪、そして弱い方の挑戦者がお松ということで、ダブルの挑戦者、これはね持っていない人はどちらも使えるキャラなんで大チャンスかなと思います。そして連勝のねご褒美が必殺の秘伝書に変わりました。これはまあ喜ぶべきなのか、まあ Y ポイントとね両方一緒に来てほしいような気がしますけども、まあいいでしょう。超必殺の秘伝書100連勝ごとなんで、まあ、結構大変って言えば大変だよね。そして今回ですね、嬉しいことにすでに出ているキャラにも特殊能力がついてきています。まあトーナメントのね全ての敵にダメージアップなんですけども、これはね僕ある程度キャラ持ってるんでちょっと有利かなと思っています。トーナメント敵むっちゃ強いからね。来ましたね、新妖怪の出現率アップということで、12月1日までということで1日限定なんですけども、新キャラのね出現率アップガチャ来ました。今日はねちょっとこれ狙っていきます。もちろん秘策があります。妖魔将棋とは全然関係ありませんが、サッシーブランド芋食べ比べ、こちらを食べてですね神引きしていきたいなと思います。普通にサッシーが好き、まあただそれだけの理由です。まあでもうまそうな感じするよね。いきます、ブランド芋。高級なポテトという感じ、うまい。それではガチャ回していきたいなと思います。まずですね、このログボでもらった大王軍コイン、こちらで神引き狙っていきます。大王軍コインの中身なんですけども、ダブルゼータの将棋キャラが 1,2,3,4,5 体、これはね激アツです。そしてランク Z の強キャラ、これむちゃむちゃ神ガチャじゃねえか。 SS ランク、 S ランクまであるということで、ちょっとね DX とか黒一番にはもう入っちゃってますけども、ちょっとねまずはこちら狙っていきます。さあ久々の新しいコイン、さあダブルゼータ来てほしい。いきなり神引きお願いします。おっとゴールドのミスマ来たぞ来たぞ、金株からのテイン、あ行です。微妙っすね。 S ランク外れか、いや当たりか、まあそれは考え方次第ということでしょう。それでは妖魔将棋ガチャ回していきましょうか。中身確率確認していきましょう。目玉のトリプルゼータはつくみ 0.6%、 そしてダブルゼータが 0.7%、 ランク Z2 体と、そして SSS ランクもありますということで、今回はね、まあ、なんだかんだ言って横取り特攻とかね、まあ挑戦者お松に対する特攻とかいろいろありますけども、やっぱりなんだかんだ言ってつくよみ、トリプルゼータのつくよみが引けるかどうかだよね。やっぱり新キャラのアマテラス倒したいんで、さあ10連いきます。当たり前じゃないですか。さあ来てほしい。最近でも初日ガチャあかんっていうパターンが多いんだよな。しかもワイポイントあんま稼げないので、いきます。さあいきなり昇天したい。てい、おっとゴールドのビスパーか、金株か、金株しかも一つか、マジか、これは厳しいぞ。スタートいきなり厳しいぞ。イベントまだ長いのにね、しかも12月前半でしょ。むちゃむちゃやりまくりますよ、久々の舞踏会だしね。ダブル挑戦者、挑戦者プラス封印系の強敵ということで、なんか何でもありっていうか要素いっぱい詰め込みすぎじゃね。しかも特攻キャラがむっちゃ多いんだよね。まあとにかくトーナメント勝ち進んで、まあ連勝しろっていうことなのか。さあ金株一つです。金株からトリプルゼータ来る可能性もある。止まったら新キャラ確定と言っていいかと思います。いきます。てい、バーッと全然止まんねえ。 SS ランクこれは厳しい。まあ言っても初日なんで、また明日からまたねガチャの入れ替え来るでしょう。とりあえずですねイベント走っていこうかなと思います。さあ皆さんはね何回くらい回して何が出ましたでしょうか、コメント欄で教えてください。久々の武道会なんだよね。お宝集め必殺の秘伝書
結構ね落ちるんですよ。もう少し始めてますけども、なので僕横取りありモードではやってますけども、まあ横取りなしでねある程度集めて、まあ3つ目のお宝4つ目のお宝あたりで、まあ、横取り仕掛けながら行こうかなと思います。さあ久々の武道会、武道会ってマップないんだよね。走ってきます。さあそれではですね、久々の武道会やっていきたいなと思います。もちろん連勝しまくりでね、秘伝書ゲットしまくりでいきますよ。さあ今回ですね、特殊能力持ちキャラ使っていきます。こんなパーティーでいきます。さあ蛇王閣僚凍結ですね。使うたびにダメージアップ。そして G12 です。スキルはデカプニを消すと技ゲージがたまる。そして蛇王軍お松使っていきます。攻撃力アップです。強力なねランク Z のバフとスコアタではねよく使います。スキルにはまだ解放できていません。月の闇ですね、こちらもランク Z、 地方の妖怪プニを消して玉を作る。そしてスキル2が追加されました。今回ね今まで出てきたキャラもねスキル2追加で復刻しています。そして飛来神ですね、 SS ランク盾消しです。こちらもスキル2が追加されました。激アツです。まあドリームマッチをね攻略することでこのスキル2がね解放できます。そして極土の子、こちらいるだけで5ポイントアップします。さあこんなパーティーでね進んでいこうかなと思います。さあ特攻キャラいるとですねトーナメントが大ブラックです。デカプニ作って消すだけで逃げちゃいます。さあしばらくはねこんなパーティーでトーナメントね進んでいこうかなと思います。まあでもねトーナメントもさ進んでいくとねいつもの場合だと種族制限が出てくるんですよ。使える種族がね縛られてくる。そうするとですねどうしてもパーティーをねまあいろいろ変えていかないといけないんで、またそのあたりも見直しながらやっていきましょうか。さあキュービーシャドウ、また今までとねトーナメントで出てくる敵がちょっと違うよね。さあ今回シャドウサイドの将棋キャラが結構ね出てきます。おっと落ちました。さあお宝のあとねドロップ率もね非常に気になります。僕は横取りありモードでやっています。横取りありモードとなしモード何が違うかっていうと、獲得できる Y ポイントが横取りありモードはなしモードの2倍ゲットできます。なので正直ね横取りなしモードだと全然 Y ポイントが稼げません。まあ、ただ横取りありモードだとむちゃくちゃ取られます。なのでまあそれどっちを取るかだけどね、まあ僕の場合はねもう横取りされるのは割り切ってねやっています。もう落ちますね。どっちみちね最後のお宝とかはね全然ドロップしないからさ、結局横取りで全部集めるしかない。なので、まあ、少しでもね Y ポイント稼げた方がいいかな。まあ、あとはね人それぞれだよね。横取りが好きな人はもうガンガン横取りしながら行けばいいと思います。ただね横取りチケット限りがあるんで、まあ、今回はでも今までと同じであれば優勝するとね、まあ、確率で横取りチケットがねドロップします。なので、まあ、とにかく勝ち進んでいけってことだよね。落ちますね。最初のお宝はねかなり落ちます。なので横取りありモードであっても横取りせずに集めることができるんじゃないかと思います。さあ優勝しました。優勝した時のご褒美もね結構豪華なんですよ。さあもうざっくり半分以上集まりました。さあ最初の秘伝書は結構落ちるね。いつもね最初のお宝、2番目のお宝、3番目のお宝ぐらいまではまあまあ落ちる。4番目のお宝とかでも、もう4番目のお宝とかはもう全然落ちません。でも今回さ目玉キャラだよね。強敵に対する特攻がね、まあ、いつもと同じで4つ目のお宝集めで解放できるんで、まあそのあたりやっぱ必要になってくるかなっていう気がします。まあガチャからねトリプルゼータ引ければまあそれで走るってのもありなんだけど、さあ2週間ね頑張っていきましょうか。さあこの特攻がさ
ガチャから引かずに最初からついてるってのがいいよね。そして持っていない人も挑戦者でさ、ゲットできるからさ。で、持っている人はまあ限界突破狙ってくれっていうことなんじゃないかなと思います。もちろん今回ね、10個ずつ狙っていきますよ。さあ残り3ページサクサクいくぜ。さあ優勝報酬は横取りチケット落ちてほしい。横取りチケットとかね、秘伝書系が落ちてくれると激アツです。今回なんか変なコインが落ちるよね。